私がですか？それなら専門のガイドを使った方がいいのでは？あ、ええ、はじめまして、清水絵空です。お待ちしていました。今日はあなたのエスコートを。わかりました。では参りましょうか。次から次へと、まあすごい量の買い物ね。しなきゃダメよエソラ。笑顔、笑顔。下手なことをすればお父様の顔に泥を塗ることになるわ。でもさすがにこの荷物を持つのはきついわね。ずいぶん買ったねエソラ。ユカ、なんでここに？なんでって買い物だよ。スポーツウェア見に来たらエソラがいたから声かけたんだけど。びっくりしたじゃない。もしかして、ソラ、何か困ってる？いえ、大丈夫よ。とりあえず、その大荷物持つよ。どこに運ぶの？ありがとう。あのお店の前にお願いできる？はい。で、店の中にいる、あの目立つ子がエソラの悩みネタね。あ、まあそうね。ありがとうユカ。私はまだあの子に付き合わないといけないから。そっか。よし、じゃあこうしよう。エソラ、ちょっとごめんね。それで、エソラが誘拐されたって連絡されたから、大騒ぎになっちゃって。ユカはエソラをさらって逃げた誘拐犯なんだね。そうよ。もう途中から逆におかしくなっちゃって、担がれながらずっと笑ってたわ。いや、仕事絡みだったんだろ。笑っててよかったのか。そうね。結果的になぜか全部丸く収まったからいいんじゃないかしら。取引先の娘さんも私が無事って分かったら大泣きしてたし、東京観光どころじゃなくなっちゃったけどね。悪い子じゃなかったんだね。ええ、おかげで和解できたわ。でもあのまま我慢してたら多分私が持たなかったから、結局全部ユカのおかげってことになるのかしらね。何が私のおかげ？ユカがエソラを誘拐した話を聞いてたんだよ。お、人聞き悪い。あれはエソラが嫌そうだったからね。もうあんなことしないよ。そうなの？私はユカにさらわれるなら大歓迎よ。また私がピンチの時にはよろしくね。誘拐犯さん。